今回はね、新シリーズということでね、今までにない、フィギュアではないジャンルっていうのかな、そちらをねちょっとシリーズ化としてね、ちょっと新たに、付け加えたいと思います。最近になってね、ほんとね、すごくハマり出してる、ものがありましてね、それがね、まあミニカーなんですけれども、まあミニカーといっても皆さんね、思い浮かべるのがトミカとかね、ああいう小さいやつだと思うんですけれども、私がね集めているのは、18分の1スケール、まあそれなりのね大きさがある、ミニカー、これをね、これからちょっとね、手に入れ次第ね、ご紹介していきますんでね、まあこれを見てね、ミニカー好きの人がねチャンネル登録してくれることを狙ってのね、いやらしい動画となりますけれども、その第1弾といたしまして、私がね、昔つうかね一番最初に買った車、はい、まあ色とかねそういうのが全然違うんですけれども、まあそれはね、まあしょうがないとしても、まあ一応ねご紹介したいと思いますね。こちらですね、はい、じゃじゃじゃん、めっちゃかっこよくないですかこれ、まあ、ご存知のか、ちょっと重いなこれちょっと置きますね、こうね、ご存知の方は、わかるかと思いますが、まあ結構ねこれを知っている人はもう数少ないんじゃない、数少なくはないけど私の見てる動画では数少ないと思いますね。まあ古い、スープラです、はい、70型っていうね、70スープラって呼ばれているもので、まずね、今ではほんと珍しいねヘッドライトが、リトラクタブルヘッドライトって言ってね、要はライトのつまみを回すとここがウィーンって開いて点灯する型のやつですね。今ほとんどね固定ヘッドライトになってますけれどね、なんだろうね、禁止になった、禁止とかそういうのになったのかな、わかんないけどね。で、これは、メーカーがね、オットセイっていうね、ミニカーファンならば、知らない人はいないと思うぐらい、結構ね、有名な会社だと思います、まあ、オートアウトとかね、あとはホットウィールとか、まあそういうね海外の有名どころとは今はちょっと違うんですけれども、それのね、スープラなんですけれども、これ実は、普通のものじゃないんです。すでにもうカスタムされてるやつを購入しました、はい。まああのね、ノーマルは、買ったそのもの自体はノーマルなんですよ、本当はね。だからホイールもこのホイールじゃないんですね。普通のなんか黒っぽい、黒っぽいというか黒のホイールなんですけれども、これはね、車でいうところの、ちょっとね、こう見ますと、リムって言ってね、要はホイールのこの内側のがね、ちょっと深めに、くぼんでるやつ。を履いてますね、うん。で、メッキ、銀メッキに、中心が、ゴールドメッキ、はい、これがまず、カスタムされてますね、別のものを取り付けられてます。で、一番の特徴はね、まずローダウン、普通の、やつはねちょっとね、まあ、隙間がありますね、ここのタイヤと。もうこれほとんどもう隙間がないです。であと、特徴すべきはツライチって言ってね、要は車体と、タイヤとがね、もうこうぴったりぴったり一致してる、一致してるっつうかね、ほんとこう、まあ、伝えたこと分かりますかね言葉足らずなんですけれども、まあ一緒なんですよね、ここは。出っ張ってもなければへっこんでもないっていう、ほんと辛い位置っていう、
で、あと特徴すべきはキャンバーって言ってね、要はタイヤをハの字にするっていうんですかね、はい、まあ、改造車によくありがちな、ハの字にして、普段の車高よりもっと車高を落としたり、あとはね、このキャンバーをつけることによって、車のグリップ力って言ってね、要は、滑らないようにするっていう、改造方法なんですけれども、それが、全後輪、キャンバーがついてますね。だから全後ちょっと今ちょっとねつぶあかとかつっかれちゃいましたね全後輪が、キャンバー入ってますね、はい、それによってもう車高がべったんべったんな状態ですね、はい、いやーかっこいいわこれ本当。まあ自分が乗ってたのはね、まあカスタムはされてますしね、実際ドリフトもやってましたんで、ね、色はねオールペンでライトブルーに、オールペイントされてたやつに乗ってました。まあさすがにそれはね色で水色の70スープラはないんでね、うん、純正で、まあ、後ろはこういう感じでね、まあここら辺はねほんと昔のなんかこうね角張った感じのデザインですよね、うん、トヨタスープ、まあでもほんとこれ好きな人ほんと好きですからねこういう形の。今ほんとねどの車も丸みを帯びたデザインになってますけれどもね、うん、でちゃんと細かくね、心のじゃねえよせっかく最初言えたのに、うん、やっぱかもね、ここのね、要は後ろ曇らないようなこのね、ヒーターじゃないけどなんかねそういう曇り止めみたいなこういうのがね昔はこうなってたんですよね。今どうなってるんだろうね、最近スポーツカー乗ってないからわからないけどね、うん、であとマフラーもこれ変えてあるのかな、うん、で、一応ねこれまあ最初から中身っつうかこれドアはね、開かないタイプです、はい、ドアとか、こうトランクルームとかボンネットとかは、全く開かないですね、うん、そういうギミックはないシリーズです。で中身はね、こうシートがねちょっと分かりづらいんですけれども、中に、レカロって書いてあるんです。これレカロシートっつって結構高級なね、メーカーのシートが入ってますね。これは最初からついてます。で一応マニュアル車ですね。今マニュアル車って結構珍しいよね、ほんとスポーツカーにごく一部導入されてるぐらいで、今ほとんどオートマまたはセミオートマみたいな感じですけれども、うん、すごく細かいよね。ごめんなさいね、あのねどうしても環境的にねホコリがついちゃうんですよ、うん、ホコリがつくぐらい本当は綺麗なんですけど、これが目立っちゃうんだよね、やっぱ黒だし、うん、まあ、そこら辺が、ね、ちょっとご容赦ください。で、裏を見るとね、ちょうど改造されてる感じがよくわかると思います。こういう風にね、のり付けがめっちゃされてますね。うん、まあこういう風に多分のり専用ののりでねこう塊をつけてこう引っ張り出して角度をつけてるっていう感じですね。なので本当はねこう車輪とか回るはずなんですけど回らないですね、全く固定されてます、はい、でここを見るとね、ちゃんと裏面にオットモービル、はい、でトヨタスープラ 2.5 ツインターボ R 18分の1っていうことでね、で、これ限定数が1500台限定なんですよ。それの598台目ということでね、うん、
まあ本当ね、最近本当ね、こういうミニカーがね、本当すごいよ、なんか欲しくなっちゃってね。でなんかこれを買ったら余計なんか別のものとか欲しくなっちゃって、まあ、まだ買ってないんですけど、でまあこれが本当最初の1台でもないんですよ。実はこれの前にも、何台かあって、まあ、それもねおいおい紹介しますけれども、まずこれを最初の1台としてね、まあ、自分が一番最初に買った車のモデルということでね、一番最初に持ってきました。はい、ということでね、これから、このミニカーシリーズのね、レギュラーとして、動画に取り入れたいと思います。なのでね、これを見たミニカーファンの方、ぜひね、チャンネル登録、あとね、いいねをしてくれれば、どんどんミニカー買ってどんどん紹介しちゃいます。もしかしたらね、ちょっとあのお金の関係でトミカになっちゃうかもしれないけど、まあそこら辺はね、ご容赦ください。はい、ということで、今回の動画はね、また一風違った、動画となりました。これを見てね、チャンネル登録まだの人はね、チャンネル登録している人はぜひいいねボタンを押してください。では今回はこれにてご視聴どうもありがとうございました。